ここからはですね、2017年1月26日に、うん、プレイステーション4、はい、Xbox One、PC で発売予定のサバイバルホラー、バイオハザード7、レジデントイービルを紹介します。いやー、はい、お願いします。来ましたよ。来ました。はい、もう期待の、そして話題の、うん、そして戦慄の、はいはいはいすごいタイトルでございますよ。ぐいぐい、とんでもないぐいぐいタイトル紹介しますよ、うん、はい、今日はゲストにも来ていただいております。バイオハザード7レジデントイービル川田、マサチカップシリーズプロデューサーと神田剛プロデューサーです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、じゃあ、あ、神さんね、お久しぶりですよね。はい、私、はい、年に1回東京ゲームショウの時だけ出させてもらってますそれ以外出たことないんで、まだあれそんなもんでしたっけ。そうなんですよ。もう1年ぶりぐらいですよ、お会いするの。あ、1年ぶり。はい。じゃあ僕らが勝手にあの VTR とか見てるから、はい、よく合ってるイメージなんですよ。もうね、だってアンブレラクワンの時にはバンスが出たりとか、はいはい、普通の時はオカビが出たりとかしてまして、そうそうですね、私は呼んでもらってないんですよね。いや、ほんまや、ほんまやその通り。ほんまですね、はい、もう年に1回だけ出させてもらってます。いや、はい、いや、なんやろこのプレミア感ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。いや、お願いします。そして今回は 初そうですね、ですよね、はい、はい、新キャラです。新キャラって、新キャラですね。はい、はい、バイオハザード7レジデントイービル、タイトルプロデューサーの神田です。いや、よろしくお願いします。いやー、すごいですよ。もうブースの方もおますか。いや、知りません。盛り上がってるっていうふうには聞いてるんですけど、いや、見方です。いやいやいや、だってもう異常ですよね、異常ですね。 VR 整理券5分で終了したって聞いたんですが、それでね、会場来てくださいとか容易にくいですよね。そうなんですよね確かにだから、とりあえず皆さん待ってくださいと。すいません、ほんまに申し訳ないです。ちゃんと発売もしますしね、はい、待ってたらすぐ来ますやん。そうなんですよ、あの配信版いうのもありますんでそっち遊んでもらうことも可能なんですけど、はいはい、今日家のまたそれとちょっと違うやつだったりとかするんで。そうですよね。だ、特別感はもちろんあるんですけども、はい、もう内容はどん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 色濃く、はい、でどん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 新しいこう情報が分かってきて、何ですか、あの家族、家族あの家族、あの家族ね、みんなあの家族のことが、はい、好きになり始めてますよ。始めてますあの某番組では、はい、なんてアットホームなゲームなんだみたいな感じでね。いや、非常に家族の、はい、家族ハートフルな感じで。そうですよね、はい、今までなかったよ。ただやっぱり生活の感覚が僕らとちょっと違うじゃないですか、彼らは。ちょっと違いますね。ちょっとスタイルが違いますね。でもせっかく作ったご飯とかもね、そうね、振る舞ってくれたりとかするんですよ。そんなファミリー、はい、アットホームっていう言い方がいいんですかね、はい、要はあんなん作りますね。いやいやいやあんなん どうイメージしたらあんなんできるんですか。どう考えるんですか、こうかん、みんなで考えるんですか、こう。今回ね、あの、まあ、バイオシリーズいろいろあったじゃないですか。ありますね、はい、でやっぱり今回のバイオハザードは、はい、もう怖いバイオハザードにしたい。まあ怖い、はい、やっぱり初期のね、そのコンセプトに沿って、はい、まずその恐怖というのを第一に押したいっていうのがありまして。なるほど、はい、そのためにどんなことをしたらいいのかっていうのをいろいろ考えていったんですよ。あ、みんなでそれ考えるんですね、はい、まずあの、まあ、館から脱出しましょうっていうね、はい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 、あの昔のコンセプトもあり、うん、いろいろこう没入感ね、あのファーストパーソンビューで今回遊べますっていうところの没入感だったりとかですね、はいはい、うん、あとはもうもっとこう突き詰めた、はいはい、あの究極を求めていきましょう。グラフィック周りだったりするところをもっとこうあの練り込んですごいのにしていきましょうってなった結果、あのハートフルな家族ができたわけです。すごい、急に出てきましたね、あのハートフルなんが出てきたと、はい、そうですよ。なるほど、ね、行き着くんですね、そこに。でも怖いでしょ。いや、めっちゃ怖いんですよ。怖すぎましたよ、ね、話によると、なんかすでにもう体験されてる。やりました、はい、いや、またね、体験してる VTR 撮られてるんですけど。どうすか、すごい。もうまず、だって館からして怖いじゃないですか。ちょっと怒ってるんですよ。なんか怒ってますか。ちょっとおこなんですよ、はい、なんで怒られるか。怖すぎて、はい、もう、本当冗談じゃない。館がね、だってね、アンブレラクワの時にあんなにガンガン人倒してたじゃないですか。ああ、確かに、はい、あの、後半の時はちょっとオラついてましたけど、ね、はい、なんかキャラ変わったな、思ってたんですけれども、
ちょっとダメなんですよ。バイオのもこの今回の怖いのっていうのがあると追われる恐怖、はい、なるほど、追われる恐怖ね。はい、まずはね、あの6月にアナウンスした時から、はい、我々はもうとことんホラーを皆さんに、ね、分かっていただこうと思いまして、うん、体験版も今回出展しているデモも、はい、もうとりあえずホラーホラーね、はい、で今回はあの追いかけられるホラーですので、やっぱりね、あのアンブレラコアみたいにそのガンガンあの行って、敵を倒すよりも、はい、こう逃げないといけないと、不気味なのランタンを持った老婦人から逃げていこう、なるほど、見つからないように逃げる。そうですよね、はい、やっぱりこう見つからないようにっていうのが、あの職業柄やっぱり2人とも難しいじゃないですか。できるだけこう目立たないといけないそうですね、僕らはどうもーですもんね。でもそこをね、やっぱ押し殺してもらって息を潜めて、はい、ゲームに没入していただかないとね、なかなかこれサバイバルできないです。やっぱ多分人間についてすごい研究してるんだなって思うんですよ。人がどういうのを恐れるかっていうのとか、 ありますそういうのもやっぱあるんですね。めちゃくちゃ研究してるんだろうな。やっぱりね、チェックとかね、テストっていうのはやっぱり何回も繰り返し重ねていって、はいはいはい、でダメなところはこう修正していくっていう、こうやっぱ地道な作業もいっぱいありますからね。じゃあそのあたりの結集されたものが今回 TGS では皆さんには遊んでもらえていると。そりゃそうですよね。やっぱり彼女なんてコントローラーを投げてたんですよ。バーン投げて、はーいって走って逃げる。 PS4 版の方で、はい、あのコントローラーを投げさせて。 SIE さんに怒られません。大丈夫ですか。もうギリギリですよね。あ、ちょっとその VTR があるということなので、はい、ちょっとこちらご覧いただきたいと思います、はい。そうそう、怒ってる、怒ってる。さあさあ、こちらバイオハザード7レジデントイービルのブースに来ました。はい、来ましたね。はい、すごくないですか。館ですよ、館。怖いんですけど、なんかおじいさんいるし。ね、それはまあ終わってからのお楽しみですけど、今回は本当にあのこのビジュアルの館をモチーフにして、なんか何やらブースも作ったんですよ。中が広そうなんですが、中にそうなんです、いろ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 あって、私有台ももちろんあって、はい。で今回バイオハザード7ですね、あの PS4 版はもちろん体験できるんですけど、はい、PSVR でも体験できます。はい、こちらただ整理券対応なので、ちょっと朝早く来てカプコンブースに来て整理券もらわないと。これはお早めにですね。はい、BSVR で遊べないので、はい、ちょっと遊びたいって人は 早起きして、いやこれは早めに来ていただければと。ぜひ、ね、体験していただきたいので、はい、VR で今回は、まあ、一部記事になったりもしてるんですけど、メディアさんの方でランタンという体験バージョンがプレイできるんですね。ランタン、はい、でそれがVR でできるのはこの東京ゲームショウ初なので、初、はい、はい、ぜひ早く起きてた人はぜひ VR で、はい、はい、ちょっとまあ朝は間に合わなかったけど、なんとか来たっていう人は普通の PS4 版、はい、そうですね、通常版でぜひ体験していただければと思います。おー、怖い怖い、はい、結構すごいですね。で東京ゲーム、あ、私有台遊ぶとあのバッグもらえます。お、なんか背負えるでかいバイオハザードバッグがもらえるので、はい、大きくロゴの入ったバッグですね。そうです、そうです、そうです、はい、タリスマンが描かれてる、まあ後ほどスタジオでお見せできると思いますので、はい、じゃあちょっとショコラちゃん体験してきてください。嘘、本当に一人で、一人、一人、ぜひ一人で行ってきてください。じゃあ一旦ここはバイオコーナーでした。疲れちゃった。あとで VR 版もやりましょうか。無理でしょ。
ていうと、すごい悲鳴でした。あの喉が痛くなりました、やったりです、ね、やったりですね。いや、だから結構ね、癖になるんですよね。うん、怖いけど、ちょっとやっぱ先も気になっちゃうっていうのがありますよね。でしょ、うん、で、そのおばあちゃんになんか追いかけられるのかな。そうなんですよ。そのおばあちゃんがなんで追いかけて出るかとかも気になってきてるでしょ、ね、うん、僕はそういう人たちを応援したい。どういうこと。いや、もう家族に触れ合ってもらいたい。まあ僕全員をまだ知らないですけど、はいはいはい、うん、いや、これはいいんですよね。じゃあね、ショコラちゃんも、はい、キャーってなった後、出てきたら笑顔でしたもんね。なんかやっぱりありますよね、うん、そう、みんなお化け屋敷好きやんか、女の子、うん、みんなでキャーキャー言うの。あ、そうですね。ああいうのってやっぱりこうストレス発散とかにもなるの。なりますよ。あ、やっぱりいっぱい声出すから。あ、声を出す、うん、叫んで。いいですね。こういう個人的な意見もありますけど、いかがですか。いやいや、やっぱね、はい、女の子がキャーっていうのはやっぱなんかホラーの醍醐味じゃないですかね。そうですよね、はい、うん、今おっしゃったみたいにね、はい、やっぱり一人だったら怖いっていう場合は、うん、例えばもう大画面テレビでですね、皆さん同じ音で来て、はい、ちょっと軽いパーティー気分でですね、あ、みんなでこう恐怖を分かっちゃうってこともできると思うんですよ。ああ、いいですね。それ楽しいですよね、みんなでやるのって、ね。ね、もう平井さんみたいにもうホラーなんて何も怖ないわいう方は、もう VR でガッツリやっていただく。ガッツリと、いやー、ガッツリいけるかな。なんで汗かいてはるんですか。平井さんホラーどうなんですか。僕ホラーとかはまあまあ得意というか、そのキャラクターとか見てしまうから、ね、おばあちゃんとかもすごい興味ありますよ。結構細かく知りたがる人ですよね、まあ、この人がどうしてそうなって、そう、ね、どういう顔でとか、そう、なんでこうなったか、そんなんは楽しいですけど、やっぱりね、友達を呼びやすい、バイオやらへんっていう、ああ、そうですね、この口説き文句ね、結構使えるんですよ。だから夜、そう、夜やったりとかね、うんうん、いや、だからすごいですよ。で、今日は何、特別にゲームを用意していただけたんですか。おお、はい、ね、さっき結局ショコラさんはね、フィニッシュしてないんですよね。フィニッシュしてない。そうです。フィニッシュしてないということは、はい、ここでここで、ね、またショコラさんに再チャレンジいただくか、おお、まあ、無理なら、はい、深井さんに、あ、私、どうして。ショコラちゃんはもう、私もう一応やったんで。いやいや、でも今日は大丈夫でしょ。今日は大丈夫。じゃあなんかちょっと、じゃあ僕もやりますけど、うん、序盤ちょっとやってみます。え、最初、もう最初はできるでしょ。本当、本当に本当にいいってこと。途中から僕行きますから。え、やります。全然最初やってもいいですよ。わかりました。途中から僕行きますから。はい、リベンジということで、はい、あ、じゃあコントローラーあります。それ、うわぁ、マジか。ね、予想外。お、ダンタンですね。はい。コントローラー投げたくなったら、向こうの平井さんに投げたくなる。ああ、そうですね。ガンと。バッともらいますんで。はい。丸ボタンですね。ちょっとプラなってるやん。これですね。あ、こっちか。プラなってる、スタジオは。じゃあ、あなたの知らない世界みたいな感じ。いや、懐かしいですね、また。あなたの知らない世界やってたな、昼間でしたっけ、あれは。あ、もうこの画面がビビるんですよね。これね、今、はい、ビデオテープをちょっとイメージしたような演出になってるんですけれども。そうですよね、はい、VHS とかですね、ビデオテープ、そうなんですよ、ビデオを見ているという設定になってまして。いや、もうそのあたりも怖いですよね。あえてね、ちょっと映像の解像度とかクオリティをその VHS に似た感じにしてます。はい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 、わざわざね、こだわってこうね、あまりこうテープのこうなんかブラッとしたの、あ、そんなところも含めて怖いです。冷やしたじゃないか、お嬢ちゃん。もう私すでにトラウマになってる。いや、もう怖いっすね。あ、もうやだ、もうやだ。また捕まるわけにはいかない。ちょっと見て、おばあちゃん見て、見て見て、振り返って、振り返って、どういう状況。いや、本当は遠い遠い、まだ来てへんやん。ああ、いや、でも
来るから追いついちゃうから逃げないと。どこに逃げるの？とりあえず逃げないと。とりあえずどこに逃げる？どこに逃げればよかった？開いてる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 。ああ閉まった。ドア閉まった。反対から行きましょう。反対から。反対から。やばいやばい来た来た来た。やばいやばい。来た来た。この ドアのこのニスっていうんですか、ちょっとツヤツヤ感とかも怖いですよね。ちょっと湿気がね、引っ張るような感じもあって。湿気ね、はい、なるほどなるほど。なるこれ。で、またこのちょっと埃っぽい感じもあるんですよね。この辺のディティール表現がやっぱり、スタッフすごいこだわりが強くてね。やはり。いい加減にしてね。あ、危ない。そっち行ったらダメです。そっち行ったらダメです。いや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 、止まっちゃいますよ。ちょっと今。本当に悪い子だね。ちょっとちょっと本当に悪い子だね。何回やっても失敗する子だね。ちょっといや何回やっても怖い本当に。またコントローラーガン投げたでしょ、はい、もういいの？あ怖い。どうぞ続きちょっと隠しますので。あ、わかりました。じゃあ平井さん行きますか。行きましょう。はい、43歳が行きましょう。いや、怖い。いや、さっきの報道でいいです。こっちじゃない。こっちじゃないですよね。はい、え？穴開いてます。下が水なんです、ね。うわうわ、もうちょっと腐ってますやん。こうね、ディティールにこだわった作りの部分ですね、この辺がね。ね、はい、いや、これ絶対すねとか怪我するやつ。あ、自分の手か。結構ね、自分の影に怯えること多いです、ね。おー、いや、これかなりきますね。はい、ああ、しよしよし。すぐ来るから。え？あれで、ろうそく消えましたね。はい。ろうそく中についてる方に行くと、こうドアが出てくるんですよ。はいはいはい。そこはちょっと親切な感じにもなってて。開け開け開け。これで、R3ボタンをね、はい、ちゃんと律儀に締めますね、平井さん。そうですよ、なんかやっぱ育ちかな。育ちっすよ。 R3 押すとしゃがみますんで。はいはい、いい加減にしたら。来ました来ました、戻りました戻りました。あ、開いた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 。 R3 ボタンでしゃがんでもらっていいですか。はい、はい、あ、こうやって隠れてください。あ、いい感じ。どうして私を困らせようとするんだい。あ、見える。はい、光が近づいてきました。一体何が気に入らないっていう。家に招き入れてやって、食事まで与えた。いやいや、これ絶対見つかるやつでしょ。ちょっと覗きましょう、覗きましょう。どこから？ちょっと右から、いい感じに隠れられてるんじゃない。危ない。怖っ。ババアババあ、ごめんなさい。おばあさん、入ってた、入ってた、入ってた。よっしゃ、よっしゃ、おばあさん、行った。かり物だよ。じゃあその扉入りましょうか。いやいやいや、おかしい。後ろにいたのかい。いや、すぐバレるやん。これはこっちでしょ。ダッシュ、ダッシュ。あ、押し込みでダッシュなんですか。はい、あ、分かる。直感的に分かってしまう。ちゃんとドア閉めようとしてあげますよね。いやいやいや、もうそんな暇ない。はい、もうなんかね、アイアリのものが想像もつかないような。あー、気持ちいい。ちょっと早ない、早ない。隠れましょう、隠れましょう。はい、何も分かって。やばい、来ました。隠れないと、隠れない。どっち、どっち、どっち。そこからしゃがみましょう、しゃがみましょう。はいはいはい。うわ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 。ちょっとあのね、隙間からちょっと覗き見をここしてもらって、はい。おーおー、いるいる。いや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 、目やったら見つかりますから、気にしてください。あ、目があったら気づかれる。当然なんだよ、あの子に愛されてることを感謝しな。いや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 、ダメな。これファミリーやと思うんやけど。まあ、あの人たちはなんかこうちゃんとこう接待しようというか歓迎しようというふうになんか喋ってますよね。向こうはそうですよね。本来ならもっと彼女たちと向き合った方がいいんじゃないのかな。危ないですよ、こっち見てますよ。やばいやばい。見つかったんじゃないですか。来ないで、お願いだからこっちに来ないで。危ない危ない危ない。いるよ。全く何回言えば分かるってんだ。この家には入っちゃダメなんだ。めっちゃ怒ってるやん。なんで入ってあかんの。しょうがないか、めっちゃ怒りやすい。これもう先行けないですか。え、なになに。ちょっと待機しましょう。あ、ダメです、行ったらダメですよ。ダメダメ、はい、ダメダメダメ待ちましょう。はい、なんかさっきのところからもう一回覗いてみましょうか。はいはい、
まだ行ってないですね。ちょっと左行ってもらいます。いてはるやん。いや、もう見つかるでしょ、これ。あ、でも部屋の中入っていきました。お前なんか虫の餌にして残りの肉を庭の肥料にしてやるよ。なんてひどいこと。虫の餌にされます。いや、ひどいな。残りの肉を庭の肥料にしてやるよ。いや、ちょっと割合考えてはるけど。いや我が家に迎え入れたのに、心から歓迎したのに、歓迎したのに、歓迎したのに、このお返しがこれかい。いや話しに行こうよ。あっちに行った。普通はあれ、なんかありますね。アイテム取っときましょうか。アイテムね、バイオはもう落ちるアイテム拾わないと。おお、もう見えんかな。もう大丈夫ですね。はい、でそこになんか不思議な器具がありますので、そこに近づいてみますと、あ、なんか丸ボタン出ましたので押しますと、アイテム使えそうです。あ、これで、はい、さっき拾ったやつ使いましょう。え、これこう動かすとね、あ、動きますね。ちょっとなんか壁になんか白い絵がこう、ありますね、ありますけど、あれになんか合わせた絵にちゃうかなと思いますけど、あ、なんかいい感じで、おお、いい感じ。なんかもっといい。ほんまや。あれ何これ、あ、逆や。向き合ってる。逆ですね。なるほど、はい、なるほどね、はい、いや、ちょっと、お、近い。あ、来た。もうちょい。お、いい感じ。お、もうちょい。あ、こ、お、ここ行ったんちゃいます。丸をしましょうか。おお、ヒロさん、なかなか早かったっすね。いや、すごい、扉が、パズルですやん、これ。ありがとうございます。こんなん考えはりますの。みんないろいろ考えてはります、ね、いや、これ、ほんで開くと、はい、もう超入っていくみたいな感じですけどね。いや、すごいですね、はい、前、あの扉の中入ってみましょうか。ここ、はい、ここですね。いや、うわ、行ってないもんね、そこで。初めて。うわ。え、遅っ。え、なんか、遅いもんね。あ、バックした。大丈夫、行きます。行きます。まっすぐ行ってください。行きましょう。はい。悪い子だね。一人やらせて悪い子だね。似てますね。やめてくれ。あ、なるほどね。おお、こっちが逃げるルート。ちょっとショートカット、ほら、さっきの反対側ですね。です、反対側に来ました。反対側、これ買ったも同然ですよ、もう。あの、来ました、来ました、家族になってきました。やばい、お前はおとなしくあの子の力を受け取ればいいんだよ。どういうことだよ。いえいえ、これ、大丈夫、素晴らしい。こっち来てますよ。来てる。右側から、はい、隠れながら。愛してるのにどうしてそれがわからないのさ。そんなに落ち着けられても。私たちを受け入れろ。いやいや、ほら、命令口調になってるやん。あんたは何一つ分かっちゃいないんだ。しかもそのことにすら気づいてやしない。説明して。こっち来ました。ほら、部屋に戻って追い出すんだ。日っていうまで出ちゃダメだからね。怖すぎるやろ、ババア。おばあさん。うわぁ、髪型よ。あんたとの遊びはもう終わりだよ。聞いてるのかい。何回言うねん。聞いてへんわ、もうおらへん、ここにはいませんよ。いや、いただきます。近づいてきてますよ。これね、はいはい、やり過ごしたらもう、さっきのところまっすぐ行きましょう。あ、これ右に行けるんですね。行きましょう、まっすぐ。今のうちに、はい、で、これ、右曲がっちゃいましょう、右に。そこの下にね、床がね、穴開いてるんですよ。あ、行ける、逃げれる。あ、すごい。これで逃げれたんちゃいますよ。逃げれてる。どこにも逃げられないよ、お嬢ちゃん。いや、言われてるけど。
よし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 、ね、いけれそうですね。これいけるね。いや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 、アイテム、手前になんかアイテムあります。あれ？うわあ！どこへ行くつもりだ？ようやく起きたの、寝ぼすけさん。夕食の時間だよ。食べな、おいしいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえ。あたす何やってんだい。いやいやいや、あれどうでもない。好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんとか。うわ、なんやこれ。うわ、気持ち悪い気持ち悪い。うわ、何このクソ野郎が。吐き上がったよ、ジャック。こいつ吐き上がった。うるせえぞ、マグルト。せっかく作ってやったってのに。何だよ、下げやがって。あのクソ野郎許さないよ。せっかく私が作ってやったのに吐き上がった。あのおばあちゃん怖すぎねえけど。自分の手とかどうなってる、見れます？いや、手見れないです。非常にね、怖い顔されてますけれども、はい、まあハートフルな感じだったんではないですか。そうですね、最後。いやー、あれをハートフルって言っていいの？究極の家族愛ですかね。そうですね。あの情熱的な関係だったんではないか。そうですけど。そうなの？こっち？そういうコントで見たら面白いですけど。でもね。はい、まあ、ああいう形で、うん、家族にね、なんか迎え入れるみたいなことをずっと言ってはりましたけれども、はい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 、どうあなたどうなっていくのかっていうのがちょっと気になりません？いや、気になりますよ。気になりまくりですよ、ね。お兄ちゃんとかね、はい、いましたやん。で、ぐさってやられた。痛い痛い言うてましたけどね。ね、でもそんな痛くなさそうでしたね。その後なんかニコッとしてたよね。ニコッとしてましたよね。あの感じの家族がどうなっていくのか。ああ、どういうことなんだ。いや、めっちゃ気になりますね。見たくなってきたでしょ。はい、はい、ぜひもうすぐ発売予定出ますんで、多分、はい、もうすぐ出る。はい、ちょっとホラーもあるけど知りたくなってしまうところありますよね。いやー、えぐかったな、まあ、今回ね、このロゴに関しては本当にもうえぐいところをこうまとめて出してるようなところありますんで、はい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 、もちろん前編ではね、いろんなこう緩急あるストーリーありますから。なるほど、これだけではないと、はい、もうちょっとこう怖い怖いだけじゃなくて。そうです、ね、はい、もちろんあの敵をね、こう撃って倒していくみたいなシチュエーションもあります。ほう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 、はい、なるほどなるほど、はい、じゃあ今回は特別にそのインパクトを持たせたってことでいいんですよね。そうですね、かなり、はい、ね、今回神田くんが大体構成を考えてこれ作ってたんですけど、はい、ああそうなんですね。かなり怖いところ集中して作りましたね、今回ね。そうですね、はい、まあこれでもう皆さんには、うん、この究極のホラーっていうのはね、ご理解いただけたのかなと思ってます。もう怖いですよ、本当に。でここからちゃんとこうね、バイオハザードらしさというのを、そういうのもちゃんと出てくると、はい、必要、はい、でさっきのね、ファンタのデモには謎解きの、ね、影パズルが入ってたんで、ね、はい、まああいう要素とか、あとはもうね、先ほど、お話ししましたけど、コンバット、戦闘もありますし、戦闘アイテムマネジメントもありますし、うん、はいはいはい、まあ、そういった要素もしっかりと生まれてます。そういうことなんですって、はい、たまたま今回の作りがドエスな感じだと。あ、そうですね、今ちょっと小声でね、ドエスやバイオハザード作ってる人たちはみんなドエス。作ってる人はみんな M なんですけれども。あれ、そうなんですか、はい、M なんですけれども、その人たちが作るとすごく S っぽくなるっていうのは。ああ、そこはなんかあるんですよ、表裏一体ですよ。そうですよ、ね、人間とはそういうものなんです。もうデタラメ喋ってますんで、あんま聞かない方がいいと思います。深いなぁと思って、ね、はい、まあ、他に何かしらこう最新情報的なものをここで伝えていただけるとありがたいんですけども、はいはい、じゃあ一つ目なんですけれども、まず、体験版、はい、今回ですね、プレイステーションクラス会員限定だったものを、全ての
プレイステーション4ユーザーの方にですね、遊んでいただけるようになりました、はい、これ今現在配信中となっておりますので、うん、ビギニングアワーこちらの方ぜひダウンロードしてね遊んでいただきたいと思っております、はいはい、こちら説明となります、はい、次監督の方いいですか、はいはい、今回ね、まあ、ホラー究極のホラーなんですけれども、日本国内では、D 版に加えて、セロ Z 版と来たセロ Z 版、我々のグロテスクバージョンと名付けたんですけれども、はい、さらに踏み込んだ、表現で、はい、ホラーを体験していただこうということで、はい、今回はその D 版に加えて Z 版の発売も決定しました。いやいや、我々も大人なんでね、うん、Z 版でもちろんやりましょうか。グロいの好きなんで。あ、お、お、そう、グロいの私、ホラーはダメなんですけど、グロテスクなのはすごい好きなんです。おちょっとそこ微妙な、ちょっとあるんです。なるほど、でもマニアックだなとか分かります。そうですよね。ちなみに、今日ご覧いただいたのは D 版です。D 版です。これが D 版、ま、D 版です、はいはい、この一段上がある、まだある Z 版がありますからね。これはやりたいな。はい、ちょっとここにある赤いタリスマンが目印です、はい、赤いのは、Z 版のグロテスクバージョンですね。で、はい、でショコレートの後ろにあるのが、はい、D 版の通常バージョンです、ね、はいはい、うん、やっぱこの色合いだけでもちょっと分かりますよね。全然違いますよね、はい、うん、なるほど、これはいいですね、はい、うん、楽しみです。いや、楽しみでございますね、はい、さあ、そして15時過ぎからですねバイオハザード7のステージもございますんで、はい、まあ、の会場の近くの方はぜひ来ていただければと思うんで、はい、そうですね、私有台はもういっぱいの可能性ありますけど、はい、ステージは、ね、見えますから来ていただければ、ね、はい、昨日もね、ものすごい多くの人に見てもらいまして、あ、大変ありがたかったんですけども、ね、やっぱすごい熱気ですか、はい、すごい熱気やったですね。いや、でもありがたいですよね。ありがた、本当ありがたいです。ぜひ皆さん、お時間ありましたらお立ち寄りいただきたいなと思います。今日のステージ放送しないんですね。そうです、昨日放送させていただきました。はい、あ、そうですね、じゃあぜひ会場に来て見てください。はい、ありがとうございます、はい、ということで川田シリーズプロデューサー神田プロデューサーでした、はい、ありがとうございました。